はい、こんにちは。今回なんですけれども、衆院選のですね、結果が一通り出揃いましたので、まあ、今後の展開の予想とか、まあ、なぜ自民公明がですね、過半数割れしてしまったのか、あとは、立憲民主がなぜこれだけの票を獲得したのかなどについて自分なりの、ね、意見、まあ、分析させていただいてお話しさせていただこうと思うんですけれど、まず、まあ、自民公明過半数割れ、僕ね、ギリギリ過半数ね、取ると思ったんですけどね、やっぱりね、厳しかったですよね。敗因としましては、やっぱりまあ、ずっと言われてたんだけど、裏金問題、あるいはその前の統一教会の問題、で、ちょっと前に、まあ、2000万円問題っていうのがあってですね、まあ、非公認っていう扱いにしてたんだけど、結果的にお金を配ってただろうっていう形になってしまって、それをマスコミに取り上げられてですね、さらに、叩かれてしまったわけですよね。で、石破さんの策略としては、まあ、総裁選がですね、かなり盛り上がったわけですよね。テレビにも取り上げられて、まあ、僕も YouTube でもね、一人ずつの候補者についてですね、自分の意見をお話しさせていただいて、まあ、結果的に、まあ、今まで国民人気ナンバーワン、最も総理大臣になってほしい人みたいに言われていた石破さんが、総裁になって、総理大臣になって、で、その勢いですぐ解散総選挙っていう流れになったわけであって、まあ、これがね、僕良くなかったと思うんですよ。だって総裁選の時にすぐに解散しないって言ってたじゃないですか、自分が総裁になっても。で、それ約束破ってね、今なら勝てるっていう、なんかその勢いみたいなのがあったんでしょうね。だけどね、やっぱりまずはね、ある程度はですね、自分のその総理大臣としての実績を積んでから、で、国民のね、支持を得てからね、解散総選挙に踏んでほしかったなと。まあ、これでね、あ、言ってることは違うじゃんって、今までの石破さんと変わったよねってね、国民に見られてしまって、それで、自民党の評価が落ちてしまったっていうのもね、あると思いますね。うん、あとは、まあ、石破さんって、党内野党とも言われているし、まあ、ややって言っていいんですかね。まあ、経済音痴なところもあるのと、あとまあ、自民党の中ではやや左寄りなんですよね。なので、石破さんが総理大臣になったことによって、自民党を支持していた保守勢力の人たちが少し離れてしまったと。まあ、そういう方々が、まあ、日本保守党を支持したりとか、あるいはまあ、参政党なんかもね、支持に回ったかもわからないですよね。うん、っていうのもあるし、あとは石破さんって、まあ僕から見ると経済音痴だと思うんですよね。まあプライマリーバランスのこととか、あとはそうですね、今後の経済の展開とか見ててもですね、やっぱりマーケット自体が石破さんにあんまり期待していないと。まあ緊縮財政によって日本の経済を悪くするのではないか、さらに増税を進めるのではないか、あとは金融所得課税を強化していくんじゃないかという感じで、まあ、やや経済音痴っていうふうに見られていて、ってなるとですね、自民党支持者の中でも、もう経済はこの人に任せられないって考えた人が、まあ、国民民主党なんかに、支持が回ったっていう流れもあると思いますね。で、それに加えて、まあ、公明党も議席を落としてしまって、まあ、結局公明党も自民党と同類みたいに、まあ、考えられてしまったっていうのはあると思いますよね。まあ、裏金議員をサポートしたりとか、そういう流れもあったわけだし、あとは、創価学会自体がもう、オワコンって言っちゃダメですけど、創価学会自体がなんとなくやっぱりイメージも悪くなってきたっていうのはありますよね。まあ、統一教会とかエホバの証人とか、そういった新興宗教のトラブルっていうのもたくさんあって、まあ、その流れで創価学会のイメージが悪くなったっていうのも多少あると思いますし、なので今回公明党代表が落選してしまいましたからね。で、代表は比例で、比例の名簿に出してなかったわけなので、まあ、代表っていうことで、まあ、背水の陣で挑むっていう形でですね、もう小選挙区落ちたらおしまいぐらいの気持ちでやって、それがあだになってですね、まあ、結局、比例復活もなく、落選してしまったっていう流れになったわけですよね。
はい、であとは立憲民主がなぜこれだけ伸びたかっていうのなんですけれど、まあ、野田さんって立憲民主の中ではねやや右寄りだなんですよね。なのでね、野田さんがトップになったことによって立憲民主を支持していた左側の人たちがですねちょっと令和に流れたっていうのはあると思いますよね、うん、であとは、うん、だけど、まあ、全体としては大躍進したわけなんですけれど、ね、で立憲民主ってね政党の支持率を見るとですね別にそんな伸びてないんですよ、まあ、自民党の支持率は落ちていてでその分立憲民主の支持率が上がったかっていうとそうでもないんですよね、まあ、いろんなメディアのアンケートを見てもですね結局立憲民主を支持している人って 10% とか 15% とかその程度で特別伸びていないんですよね。でなんでこれだけ立憲民主の票が伸びたか議席が伸びたかっていうとそれはですねまあ、やっぱり自民党が嫌で、で自民党にお灸を据えるために別の党に投票しよう、じゃあ立憲民主に投票しようって、まあ、野田さんに代わってですねこれからも立憲民主変わっていくんじゃないかっていうなんか安易の考えで立憲民主に投票した人が多いんじゃないかなって思うんですけれど、でその小選挙区と比例区でのそのどれだけ当選したかっていうのをですね分析しますとですね小選挙区で結構立憲民主取ってるんですよ。っていうのは小選挙区って多くの選挙区がやっぱり自民党か立憲民主かっていう選択肢になってるところが多いんですよ、まあ、例えば国民民主とか日本保守とかあとは参政党とかですね立候補していない選挙区たくさんあるわけだし、まあ、例えば自民党と立憲民主と共産党の3人しか、立候補してないってなると、まあ、多くの人は小選挙区は自民党に入れるか立憲民主に入れるかの2択になるわけですよね。となると自民党はもうなんとなく嫌だからじゃあ今回は立憲民主へっていう、まあ、短絡的なまあ反自民、まあ、消去法で立憲民主に投票した人がね多いんじゃないかなって思いましたね、うん、なので、まあ、結構小選挙区で自民が負けて立憲民主が勝ってるっていう選挙区が多いわけですよね。あとは比例を見てもですね比例で特別立憲民主の票ねそんなに伸びてないんですよ、うん、で自民党も、まあ、かなり票が、ね、落ちてしまったわけなんですけれど、で自民党に入れたくないからっていう人たちが、まあ、比例で、まあ、国民民主とか日本保守とか参政党とかに投票している人もいると思うんですけど、結構ね比例でそういう小さな政党に投票すると死に票になっちゃうんですよね。となると有効な票自体が減ってしまって、その分立憲民主が有利になってしまうわけですよね。立憲民主がたくさん議席を比例でも獲得するっていう流れになるわけなので、なので立憲民主がそのせいで躍進したっていうのはあるんじゃないかなって思いますね。あとは年代別を見ますと若者はですねそんなに立憲民主入れてないんですよね。でむしろ高齢者の方が立憲民主に多くの人が投票していると。これ何の影響かっていうと、やっぱり参考にしているメディアがテレビを参考にしているかネットを参考にしているかの違いだと思うんですよね。結局高齢者の方ってテレビがメインなんですよね。で高齢者の方がたくさん投票行きますよね。で人口も年配の人の方が若者より多いわけで、で若い人はですね立憲民主入れてる人もいるんだけど、どっちかというと国民民主に入れてる人多いんですよ。でむしろ高齢者の方が立憲民主にたくさん入れて国民民主に入れてないです。あとちなみに若者は令和にも結構入れてますよね。まあ令和新選組って、僕は個人的にはそんな好きな党ではないんですけど、やっぱりねネット戦略がめちゃくちゃ強いですよね。なんか山本太郎さんが商店街で踊って歌うっていう動画がやたら僕のね SNS、まあ、Twitter とか
にもね流れてくるわけなんですけど、それがなんかあんまり政治を勉強していない人でもなんか刺さるんですよ。まあ、ひたすら減税減税とか、あと消費税廃止消費税廃止とか原発ダメっていう、なんか短絡的で分かりやすいワードを短時間の動画でなんか盛り込んで、それを歌と踊りに合わせるっていう動画が結構多くて、そうすると政治に今まで関心がなかった若い人たち、政治のことを全然詳しくないと、でもなんか自民党はダメって言われてるよね、じゃあどこの党に入れようか、初めての選挙どこに入れようかって、あ、この令和新選組っていうところなんかいいな、あ、減税いいねって、消費税廃止あいいねって、あの原発もなんか良くないみたいだねみたいな、ちょっと短絡的に、なんていうかな、幅広い知識を総合的俯瞰的にまだ考えることができない若い人たちが結構令和に今回投票しちゃったんじゃないかなっていうふうに僕は見てますね。まあ、それもあの民主主義なわけであって、どれだけね若くてまだ知識がない人、社会経験がない人でも、それも一票ですから、それも技術のうちだと思うので、まあ、さすが令和新選組、さすが山本太郎さんだなって思いました。僕も山本太郎さんを同い年でね、高校生の時本当に大好きだったんですよ。もうメロリン級、アジャコング&トツカヨットスクール大好きだったんでね、すごい気持ちはわかりますねっていう感じでですね。でなんでその高齢者の方ってあの悪夢の民主党政権時代を経験してるのに、なんでここでまた立憲民主に入れるかっていうのがまた不思議で、よく考えていただきたいんですけど、まあテレビを見てるとですね、やっぱり自民党を下げて立憲民主を上げるっていう報道がですね多いんですよね。局とか番組にもよるんですけれど、でも民主党政権時代ってろくなことが本当になくて、まあ、まずリーマンショックがあって、その後あれですよね、東日本大震災があってっていう、まあ、日本が大変な時、経済がですねメタメタになる時、なった時なんですけれど、なんか逆行するかのようにですね、金融引き締めて、でそれによって円高になってしまって、で輸出産業が伸びなくなって、産業の空洞化が起きて、でなおかつその状況で増税路線だったんですよね。でさらに経済が悪化して、で、まあ、沖縄の基地問題なんかでもですね、その結局その辺野古から移すっていうことをね、実現もできなくて、なんか国防に関してもなんかちゃんと考えてない、現実的なことを考えてなくて、夢みたいなねなんかことばっかり言って、頭の中がねファンタジーなんですよ。なので、あの民主党も立憲民主党も与党、自民党を批判するのは得意なんだけれど、自分たちが政権を担当する能力はないんですよね。だから自民党がダメだから今度は立憲民主にって期待するのはかえって悪くなるんですよ。それだったらむしろ自民党の政権のままの方がマシなんですよね。でどうしても自民党にお灸を据えたくて自民党に投票したくなかったら国民民主に入れるべきだと僕はずっと訴えていたわけなんですけど、そうそう、で、そうですよね。まあ、なので、今回、テレビ、マスコミが、まあ、裏金問題、統一教会をメインに自民党批判ばっかりしてたので、で、立憲民主も、その、ね、裏金統一教会で自民党批判ばっかりしてたので、まあ、立憲民主は素晴らしい、ちゃんとした党だみたいな演出が、テレビのね、報道で多かったんで、まあ、それに高齢者の方が、流されて投票してしまったのではないかなとは思いますけどね。あとそれ以外の党だと、日本保守党が3議席取りましたね。はい、これは期待したいと思いますね。あとは維新はまあそれなりの議席をまあ取ったかなって感じですがね。あとは国民民主はもう大躍進っていう感じで、でむしろ比例で候補者が足りなかったんですよね。まあ、これね本当にかわいそうなんだけど、まあお金がないからだと思うんですよね。なので東海ブロックでもね候補者足りなくてもう損してるわけなんですよね。なので本当ね東海ブロックで例えば僕が
国民民主で立候補したら、もうそのまま比例で当選してたわけなので、そういう現象なんですよね。だから、僕はそのクリニックのですね、仕事があって政治家になることはできないわけなんですけど、だから僕なんかが お願いしますって玉木さんに頼んでね、国民民主が立候補させてくださいって比例で出たら、もうそのまま当選するぐらい今回は国民民主がですね、勢いがあったってことなんですよね。はい、という感じで、じゃあ今後の展開を予想させていただこうと思うんですけど、じゃあまず石破総理は辞めるか辞めないかなんですけど、まあ、本人はですね、辞める気ないみたいですね、続投する感じで、これもね、まだわからないですよね、自民党内部でどう動くか。あとは小泉進次郎選挙対策委員長は辞任っていう流れになって、まあこれはしょうがないかなと、まあこれだけ大敗すればしょうがないかなっていう感じですよね。では今後自民党どうするかなんですけど、まあ噂されてるのが、連立を維新あるいは国民民主あるいはその両方と組んで過半数を維持するかっていうところなんですけど、僕の予想だと、国民民主はね、連立組まないと思いますね。なんでかっていうと、やっぱり国民民主のいいところってやっぱりそういうこびないっていうところだと思うんですよね。独自路線を貫いて、っていう感じで、で、ぜぜひひで与党に対して賛成するところは賛成して、で、批判するところは批判してって、でそんな国民民主の姿勢が好きで支持してる人が多いので、まあ連立は組まないんじゃないですかね。むしろ連立組んじゃうと支持者が離れちゃうんじゃないかなと思います。なのでワンチャン玉木さんが総理大臣に、なれるっていう前提で連立組ましてくれる、昔の村山総理みたいなそういう状況だったらワンチャンあるかもわからないけど、まあそれもないかなって思いますね。そもそも今自民党ってめちゃくちゃイメージが悪いんで、そんな自民党と連立組むっていうこと自体でね、支持者が離れてしまうんじゃないかなって思いますね。あとはまあ維新も前原さんが結構自民党嫌いなので、維新の連立、まあ維新の方が連立作る可能性はね、国民民主よりかは高いと思うんだけど、ここも分かんないなっていう感じですね。あとは自民党が立憲民主と連立組むっていう、なんかネット上でね、そういうまあ半分ジョークみたいな感じで言われてるんですけど、まあそれはないですよね。だって野田さんだって総理大臣また返り咲く気満々なわけなんで、野田さん首班指名に出る気満々なわけですよね。だし、そもそも散々自民党を批判してきたわけだし、ただ石破さんって自民の中で左寄りで、であれですよね、野田さんは立憲民主の中でやや右寄りで、ちょうど意見が合うんじゃないかっていうね、なんかそういうギャグみたいな話もあるんですけど、まあ自民と立憲民主が連日組むことはまずないですよね。なのでまあ僕はね、結局過半数取れなくて自公連立が少数与党になるんじゃないかなって僕は予想します。でまあ結局石破さんが野田さんに勝てばいいわけですからね、首班指名で。なので最初はね、どっちも過半数取れなくて、で石破さんと野田さんの決選投票になって、まあ、過半数取ればいいわけであって、まあ自公連立と立憲民主だけだと自公連立の方がですね、議席が多いわけだし、それ以外の党の人たちもですね、まあ、どっちにも投票しないか、あるいは国民民主や維新の議員たちは石破さんに投票してくれるかもわからないわけなので、まあ、その辺も交渉次第だと思いますね。なので、まあ、野田首相になる可能性は、まあ、ゼロだと思いますよと、はい、っていうのが私の意見でございます。はい、あとはあれですよね、経済のこと、株とかあとは為替についてはね、また僕がお話しするか、
エミキンさんに話してもらうかになりますので、今回はこんなところでおしまいにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。